県関市にある岐阜県立博物館では今、美濃陶芸展が開かれています。この展示会は美濃陶芸協会が毎年開いているもので、今回で9回目。会場には会員の作品80点余りが展示されています。作品の一つ一つは作者の旺盛な研究心とたゆまぬ努力によって花開いたものばかりです。桃山時代から受け継がれ、日本人の心に生きる美濃陶芸、その伝統は脈々と続いています。